BTS メンバーの J-HOPE の最近の強制入隊により、韓国料理は世界中で話題になっています。J-HOPE は4月18日、カンウォンド・ウォンジュ市の第36陸軍新兵訓練所に現役で入隊した。ファンは彼の入隊式に出席することを許可されていませんでしたが、彼らは大きなバスラッピング広告を通じて支持を表明しました。このサポートにより、韓国の兵役、特に兵士の食事に関する世界的な関心が高まり、ファンは兵役中の J-HOPE の健康を望んでいます。J-HOPE の入隊直後、国軍通信サービスアプリ、ザ・キャンプのダイエット情報を紹介する SNS アカウントが作られました。4月18日の J-HOPE の夕食メニューの英訳を投稿したツイートには、ご飯、豆腐シチュー、かぼちゃの牛肉炒め、漬け唐だら、味付け海苔、キャベツキムチが含まれていました。57万ビュー。ファンはメニューに好意的な反応を示し、パン、チキン、ドリンクなどメニューの多様性についてコメントしました。先月25日、J-HOPE がカフェテリアで食事のトレイを持って座っている写真が話題を集め、ネチズンは、早起きして他の兵士のために食事を準備するために早起きした兵士の苦労を認めました。海外のファンは、公開された写真の中の身近な韓国料理を見て喜んだり、馴染みのない料理のレシピを検索して共有するなど、韓国料理に大きな関心を示しました。1日3回、食事の時間に合わせて第36師団のブーツ訓練所の情報が提供されるたびに、韓国料理のメニューは自然と世界中に広がっています。ファンからも応援メッセージが寄せられており、J-HOPE をはじめとするすべての軍人が健康に兵役を終えることを願っている。J-HOPE は5月末に所属部隊に配属される予定で、除隊予定日は2024年10月17日。